よくかかんなないいいことややってるやついるつじゃないですか放送法でガチャガチャやってるやつとかうん、うん、さっきの放送法の話でもね、はい、バカバカしいなっていうのは確かに俺も思うんですよ国会でやり合ってる高市さんとね、はいはい、立憲の人たちがやり合ってることの中で、はい、日本にもやっとそのポピュリズム政治の波がやってきたってことですよ だってもう世界はポピュリズム政治ですからね、うん、だってブレクジットも起こっちゃったし、うん、ブレクジットなんてもう狂気の沙汰ですよ、うん、はっきり言ってアメリカではトランプ大統領が出てくるし、うん、で民主主義の世界でなく覇権,覇権主義というかの中国ロシアがそこでまた対立構造が生まれてくるっていう状況が出てきてるっていうの、んまあなかなか面白いんですデモの 効果ってどうなんだろうっていうのは、俺はホリエモンと結構意見があった。僕はもちろん、五件だし、中道左派ぐらいなんじゃないかって、自分では思うんだけど。はい、集団的自衛権の時のね、シールズのあの運動あったんじゃない。六十、はい、年安保、七十年安保で散々やって、何の効果もなかった。うん、で、今の若者たちが。 全くくそれととと同じじここををやることにもどかしさをすごく感じてまあそれは俺が言ったから「左派の連中から相当太田は裏切り者」みたいに言われたんだけどこの世の中を本気で変えたいと思ったら外野からわーわープラカード持ってやってるんじゃなくて真ん中に入ってってそこで自分が制作を。 決められるる立場になるしかなないよような気がするよね中に入ってるやつもよく分かんないことやってるやついるじゃないですか放送法でガチャガチャやってるやつとか、うん、そうじゃなくて、うん、俺入ってみてその秘書をやって、うん、意外と変えられるとこあると思ったんですよ、うん、実は斎藤君はもうすでに一つ変えてるんですよ、うん、斎藤君すごいじゃない <laughs> 斎藤君す <laughs> 藤くんね副当首みたいにやってたからよくさ、はい、参議院議会館行ってたらしいんですよ、はい、1> でだ1回の食堂が現金オンリーだったんですよでもね この国はデジタル化でキャッシュレス推進とかって政府はやってんのに、うん、その中枢である参議院委員会館の食堂でキャッシュレスできないのっておかしいでしょ <laughs> でも役人が面白いのは、はい、国会議員でもないやつが言っても何も買えないのになった瞬間にまだ変わってないんですけどって斎藤先生がね<ー>電話したら<ー>すいません来月からすぐ買えます<ー>ってスになるんですこれ かなり使えんなって思います <laughs> 政治家になればね。<laughs> 集団的自衛権とかってなると、もう与野党ガチガチにもう右派左派でやり合うじゃないですか。だけど関係ないところは、うんうん、意外とすぐに突破できたりするんです。税収が上がりますとか、支出が減りますとか。僕ね、一つ、これは絶対やった方がいいと思うのは、無修正ポルノの。 解禁です<あ>だってどうせ見てんじゃん実際に取り締まれないじゃないですか海外の業者にお金が流れて海外に納税されてるわけで、うん、それ解禁すれば。 日本の会社が日本で堂々と無修正ポルノを出して納税できるわけじゃないですか<ー>1,000億とか税収増えます多分<ー>でそれ実は昔やった事例があるんですよあそうなのヘアヌード解禁ってやったじゃないですかああやったよねヘアヌード解禁ってあれ多分あの時って警察庁長官とかがこれからはヘアはわいせつ物ではないって確か答弁しただけで変わったんですよ あっという間だったもんねあんなは精霊でもなんでもないですよ、うん、ただの解釈ですよモザイクが好きな人もいるからね <laughs> いやだからモザイクはそのままモザイクでもいいんですよ <laughs> いやでもさ、モザイクしか見れないっていう状況を楽しんでる人もいるなよ <laughs> <laughs> さっっきのの放送法の話でもねしいなっていなてうのは確かに俺も思うんですよ国会でやり合ってる高市さんとね、はいはい、立憲の人たちがやり合ってることの中で、はいはい、まさに盛りかけで、うん、磯崎さんっていうね総理秘書の人との総務省とのやり取りがあそこにある全部読むと本当に言った通り役人は官邸の人に対してまあ本当に気遣いながら。うん 怒らせないように怒らせないようにしながら、いわゆるこの力関係ってすごいなって感じるわけ。森友の3年前だかのことでしょ。そうするとあのパワーバランスがあそこにあったんだなっていうのは俺は思うわけ。俺は別にね、何が正義云々じゃなくて、土地の価格を値引きしたとか、それはなかったっていうことにはあんまり興味なくて、赤木さんが亡くなった時に、これは本当に俺は感服するような話だなと思ったんだけど、 僕の雇い主は国民なんだと政治家じゃないんだって言ってあの改ざんをさせるられることの悔しさで追い詰められていったいろんな要素があるんだろうけどもそこにはどういう力パワーバランスがあったんだろうって思った時にあの今回出てきた行政文書まさにこの力関係があったから佐川さんも逆らえなかったんでしょっていう。 放送法うんぬんっていうよりもこの力関係現実にあったんじゃんってことをあの時小西さんもそれこそ杉尾さんも役人を追い詰める側だったから自分もあそこに追い詰める側に「カタンカタンっていう言い方良よくないけども参加しちゃってるんですよね。 そうすると、善悪は別にして、日本中が赤木さんを追い詰めたんだよね。うううん、改ざんしたのはもちろんルール違反だから、はい、あれなんだけど、どっちにしろ赤木さんの奥さんが、私は真実を知りたいんだって言うんだったら、はい、法的に有罪無罪の話じゃなくて、この力関係が彼を追い詰めたんだってことは、はい、みんなあそこで言えるんじゃないかっていうか、明らかにできるんじゃないか,っていか、ね。さっきの議員会館の話って、 実はは実がってるんですよだから結局モチベーションは国会で答弁した時に不利なというか、うん、その詰められたくないみたいなところがやっぱりモチベーションの中にはすごい、うん、それがしかも出世に響くとそこがモチベーションの源泉になってるんで、うん、本当はそんなの別に聞かなきゃいい話だしいい話だ、ね、別になんか改ざんなんかもちろんする必要もないし、うん、言われたからってね降格、うん、上等だよと。 こっちからやめてやろうは。僕なんかは言っちゃいますけど。言っちゃうんでしょうけども。僕は言っちゃうタイプですけど。そうなんですよ。馬鹿言ってんじゃねえよっつって。だけどそれを言わせない空気がましてやその本当の末端の現場の役人さんは。 とてもじゃないけどそれは言えないどんな社会でもどんな組織でも全然起こることだし起こることだ僕は結論としては、うん、個々人が強い力というか、うん、強い心を持って断ればいいんじゃないですかうん、うん、それは正論なんだけど、うん、でも断れないよねどうするみたいなので議論は おそらく堂々巡りにな,り堂々巡りになるし今で言えばあれはパワハラだっていうことになるんだと思うのねだとすれば今の価値観がもう変わろうとしてるんだったら立憲民主党はそこをつくべきだと思うし、うん、俺は堀江もんだって3ジャポ出ててね、はい、俺も三ジャポずっとやってて政治家からの圧力なんか一回もないんですよ、はい、これ言うなあれ言うななんて言われたこと一回もないし、はい、テレビでねテレビでねだからまあ言われても聞かないですけど言われても聞かない <laughs> <laughs> テレビ局が萎縮するじゃない って言うんだけど、はいはい、いやいや萎縮しなけりゃいいだけの話だよっていうことなんだよねあの放送法に関して言うとね。はい 日本のサラリーマン社会っていうのは、なんで生まれたかっていうと、戦後の GHQ の改革なんだよ。日本の軍国主義は、財閥によって作られた考え方があって、ま、それはある意味正しいんだけど、財閥を解体しなきゃいけないと。持ち株会社って2000年ぐらいまで作れなかったんだ日本って。戦後、1945年から GHQ により改革が始まり、50年以上持ち株会社って作れなかった。財閥を作られちゃうから。財閥を作ると、いかん。 いうことで、財閥を解体して、誰か特定のオーナーが株を集中して持たないような体制にしたわけじゃん。そしたらどうなるかっていうと、サラリーマン社会になっちゃう。社長もなんかサラリーマンが持ち回りでやるみたいな。そういう時に誰が権力を持つのかって、これって、ある意味ちょっと共産主義っぽい考え方なのね。資本主義ある意味否定してるわけよ。アメリカはもちろん資本主義国家なんだけど、共和党と民主党ってあって、共和党はどっちかっていうともうゴリゴリの資本主義。民主党ってリベラル派つって、 ちょっと社会民主主義的な考え方が強いわけですだから、ちょっとだけ共産党よりなわけ。だから、みんなで平等に、どうのこうのみたいなこと考えるんだけど、共産党支配の何が良くないかっていうと、人知になっちゃうわけあ。要は人知政治みたいになっちゃって、何が起きるかっていうと、プーチンみたいなやつが出てきて、一株も持ってなくても、ずっと社長で居続けるみたいなことが可能になるわけですよ。で、どうやって組織をオルグするかっていうと、それはもうスパイと密告ですよ。自分の、 反対勢力のラを見つけて、信頼できる部下みたいなやつをグリップしといて、そいつにライバルのラを探させるわけですよ。じゃああいつなんか不倫してますよとか、密告するわけ。 そういう首、首とか左遷されちゃうじゃん。出世競争からいなくなるじゃん。そうやって潰していくわけ、ライバルはで、自分ももう部下もそれみんな知ってるから、裏切ったら潰されると。裏切らなければ、そいつの上には立てないけど、そいつのナンバー2、ナンバー3で、ずっと安泰で高い給料をもらえて、っていう風うになるじゃん。フジテレビのヒエさんっていうのは、もともとフジテレビ老祖の初期長なのね。だから共産党なの。 共産党ってか、まあ、そ、そっち系の人なの、もともとね。うんうん、なので、その、どうやって潰していくのか。俺も、当然彼にとっては、敵なわけじゃん。だから、当然それをやられるわけ。で、検察とも繋がってるから、検事長でさ、黒川さんつってさ、掛けましなんで首になった人いたじゃん。うんうん、あれに同席してたの、テレビ局の人とか、新聞社の人だからね。で、ポンとか言いながら、あの、堀江ってやつがムカつくんですけど、<laughs> なんかネタあったら持ってこいよ、って。 持ってきます、うん、ずっと持ってきて、うこう、いうのあります。これは、できそうだな。じゃあ、やってみようか。そうやって決まってたわけですよ。